とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最近気になっていた装備、ついにゲットしました。これです。豪華な鎧ですね。これ、クールダウン出すのに、古代狩りをサブアカと2時間ぐらいやりました。ようやく出た。うん。まあ、他のエンチャンは別に良くないと思うんだけども、とりあえずクールダウンがついたので、使ってみようと思います。この装備の何が気になってたかっていうと、エメラルドを集めた際に、短時間のダメージ耐性を与えるっていうスキルだね。これがどうも強いらしいのよ。なので、今日はこれが、どんな性能なのか、確認してみましょう。それでは行きましょうか。豪華な鎧ですね。エメラルドを集めた時に短時間のダメージ耐性。さあ、どれぐらいのダメージを防いでくれるんでしょうか。エメラルドシールドっていうのが出ます。うん、出る。まず時間だね。短いね、発動が。待って待って。どんぐらい ?1、2、3。さ、3秒!3 秒です。3秒だね。1、2、3、うん、3秒です。1、2、3。3秒間しか効果がない。短いな !3 秒間の効果か。これはなかなか短いですね。ちょっと取り続けると、どうなるんだろう。取り続けると、発動が長くなるとかなるのかな ?3 秒だ。3秒だ。エメラルドを取り続けると、表示がそのままになるので、発動してると思うんだけども、取らなくなると、3秒間で切れます。これ、効果時間短くて、ちょっと、条件が難しくない？難しいな。で、ちょっと、軽減どれぐらいなんだろう。29,000ダメージ受けてますね。29,000受けてる。よし、OK。え？ちょっと待って。いや、ダメージを。ダメージ軽減しない？あ、ちょっと待って、バツって出た、バツって出た。これ軽減じゃなくって、ゼロにするのか。あ、なるほどね。これダメージが何パーセント軽減とかじゃなくって、ダメージをゼロに抑える。みたいですね。無敵状態だ。無敵状態になる。で、今ちょっと見えたんだけど、エメラルド取って、取った時に、あ、自分の周りに、一瞬無敵になると同じバリアが出るわ。なるほど。オッケー、わかった。これわかりましたわ。あのね、エメラルドシールドって、表示は出るんだけども、この自分の周りにね、シールドが出るのは、あー、そうだわ。自分の周りにシールドが出るのは、1秒間ぐらいです。1秒あるかないかぐらい。エメラルドを取った時に、自分の周りに1秒間ぐらい、シールドが出ますね。で、そのシールドが、1秒なくなった時にでも、表示でエメラルドシールドっていうのは載ってるけども、その時は、ダメージとか全く無効だね。うん。そのまんまダメージを受けてしまいます。そうか。エメラルドを取った瞬間、1秒間ぐらいは無敵になるけども、それだけだ。
取った瞬間の1秒間が無敵でも、それ以外はダメージを食らいますよっていうことね。はい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 、なるほど。あのイカとか影は回避をした時に一瞬無敵になるんだけども、これはエメラルドをゲットした時に一瞬無敵になるんだ。はい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 、なるほど。これ難しいよこれは。なるほどね、これを使いこなそうとすると難しい。あ、なるほど、エメラルドの時は取った時に無敵になるんで、この無敵バブルビルドはできるわけだ。ああ、自分が無敵になる時に矢を撃てばね。はい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 、それはできるんだ。これちょっと難しいな。はい、ということで戻ってきました。今日はこれを検証してみました。豪華な鎧のエメラルドを集めた際に短時間のダメージ耐性を与えるっていうスキルだね。このスキル、エメラルドをゲットした時に瞬間に約1秒間完全に無敵になります。無敵になるんだけども、そのゲットした瞬間1秒間だけなので、これは使うのがちょっと難しいですね。でも、まあエメラルドを取り続ければずっと無敵っていうわけだからね。まあ一応ずっと無敵にはなれるんだけども、ちょっと装備がこれは難しいんじゃないかな。確実に採掘者いるし、敵がずっと居続けないと、無敵になり続けないので、ちょっと厳しいかな。いや、使い方次第ではもうずっと無敵になるんで強いとは思うんですけど、使い方が難しいです。俺はちょっとこれ使い切れないかもしれないな。一応ゲットしてはいたんですけども、とりあえずは倉庫版になるかな。一応捨てずには持っておきますけども。はい、ということで今日の検証結果こんな感じです。普通に使うのはちょっと厳しいかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。